ようこそ。他に何？いつも。気合入ってるね、翼。俺はついていくのがやっとだよ。曲が決まったら、なんだかやるぞーって気分になっちゃって。もうレッスンはおしまい？キリアさん！どうしてここに？特別にレッスンのコーチを引き受けたのよ。スパルタ式で行くけど、覚悟はいい？はい！キリアさんがコーチなら、スパルタ式でも何でも大歓迎です！イツキも覚悟はできてる？え、俺もですか？当然よ。それじゃあ始めるわよ、二人とも。はい！キリアさん、ビシビシ愛の鞭をお願いします！よろしくお願いします。この想いを折れないつば
いつき、何読んでんだ。何何？モデル失踪事件の謎？ああ、ちょっと気になって。モデル失踪ね。というか、お前がこういう記事読むなんて珍しいな。見出しが目に入ったんだ。もともとはこの前の106のライブの記事を読んでたんだけど。お、翼ちゃんのことも出てるじゃん。こうやって雑誌とか街で流れる PV で翼ちゃん見ると、本当にアイドルになったんだなって思うよな。ま、デビュー曲が綾葉さんに聴かせた曲で、 PV が106での翼ちゃん大活躍ってのはちょっと出来すぎな感じもするけどね。舞子さん、どこまで計算してたのかな。自分だって危なかったはずなのに。動画撮る余裕あったのかよって感じだよな。手際がいいっつーか、機転が利くっつーか。まあ、クラスの連中にはあの PV の出来劇的だったみたいだけどな。翼、休み時間のたびにみんなに囲まれてたしね。ほんと翼ちゃん頑張ってるよな。今日もレッスン場にいるはずだぜ。たまには見に行ってやれよ。お前がいると翼ちゃんは5割増しでやる気を出すからな。そうなのかな。そうなんだよ。言って励ましくらい言ってやれ。わかった。うん、そうしとけ。いらっしゃいませ。いらっしゃいほう。ひごまへようこそほ。か、変わった店員さんだな。何かのキャンペーン中なのか。話しかけたってことは、オイラの姿が見えてるってことだほ。君はひょっとしてミラージュマスターなのかほ。どうしてそれを。ヒホマスターである君にはオイラが特別なアイテムを売ってあげるほ。異世界の敵と戦うヒーローたちのマストアイテムなんだほ。毎度だほ。かっちゃ毎度だほ。かっちゃ毎度だほ。他に秘宝
機。他に用は？ひほほ？ひほ。他に用？バイバイ。いらっしゃい。毎度悪い。お買い上げか。他に。お買い。毎度悪い。他に用は。か。カラビア。どうもありがとう。この場でつけて。他にいつも。ダンスは帰ろう。頭で考えてたら歌が歌えません。はい。ステップ。今日はここまでです。あ、いつきくん。調子はどう？いい感じだよ。お姉ちゃんのことが解決したらなんだかすっきりしちゃって、今は歌うことも踊ることもすっごく楽し。以前よりもつばす。ディア魔女イロハで言うと第7話目くらい。その例えはよくわかりません。シーッ。しかし今の翼ならいけるでしょう。おお！オーマイガー！忘れてました！あさってはゲーム版ディア魔女の発売日！店舗特典や、私を呼んでいる！急いで列に並ばなければ！
ライドン、ビッグウェーブ。私、褒められたってことかな。そうだと思う。終わったか。あ、はい、すまん。え、つ、剣社、本物？誰？俺の問いに答えるのが先じゃない。ああ、そうだった。すみません。レッスンならちょうど終わったところです。レッスン？俺にはただの遊びに見えたが。言い過ぎじゃないですか。翼は一生懸命やってます。俺はただ感想を言っただけだ。ああ、まあいい。稽古の邪魔だ。アムレなら別の場所でやれ。ここはプロが修練する場所。素人の遊び場じゃない。素人って、少なくとも翼はフォルトナエンターテイメントに所属するアイドルだよ。お前もフォルトナの人間なのか。なんだいきなり。答えろ。タレントではないけど、一応フォルトナに所属してる。よくわからない男だな、お前は。こっちにはこっちの事情があるんだ。